皆さん、よろしくお願いいたします。歌舞伎君、おはようございます。乗って、近づいていきましたね。スポーツ報知さん、6日から12日まで乗っての特集が掲載されます。大地真央さんのインタビューもありということですので、楽しみです。それにしても、 どこのマスコミも大谷選手なのに、スポーツ報知さんは羽生さんを一面に持ってきてくれたり、両記事をいつも書いてくれて本当に感謝していますえ。皆様またコンビニへ走らなくてはいけないですよ。頑張りましょう、ということだそうです。うん。スポーツ報知者の6日から12日までロっての特集が掲載されます、ということで。うん、いいですね。うん。 コンビニに走るっていうのもこれ文化になってますね。うん。えー、りくちゃんどくさんどうもです。えー、かぶさん皆様こんにちは。今日はスポーツ報知が話題になっていますね。えー、そこでもう一件、興味のある方へ。まもなく始まるのっての公演に、えー、スポーツ報知さん、またまたでかい仕事をしてくれるそうです。えー、3月6日から12日まで、特番記事を掲載とのことですよという、ね。特番記事。 うん。一週間も特番など、大谷さんでも聞いたことがないかも。えこうしてみると、信憑性のない週刊誌よりも、スポーツ誌の方、スポーツ紙の方が人気がある。売れるというのもわかりますね。え、忙しい、羽生譲る。頑張れ。うん。え、特番記事を載せるということらしいですね。これは、他の方でもないということなんですか。なるほど。さ、すごいですね。やっぱり。 えー、レモンミカンさん、よろしくお願いいたします。かぶくん、おはようございます。えー、3月5日は、えー、曇りから曇りのち雨、えー、ですね。くどあ、かぶくん、お散歩動画に、乗って、乗ってス、ってステラータ羽生するって、羽生さんの声 CM が1年入ってました。おお。じゃあごめんなさい、かぶくん。本当ですか <laughs>、えー。オフスタンドの、えー、自然公園に水没しているところは結構ありますね。えー、ど,どうしたんでしょうか 雨だけこんなにあふれ、あふれてますかね。うん。野鳥にえパンをあげていたえ小屋の枝も水没して、彼がいますね。うん。ええっとね、水鳥もいろいろ種類が集まってきてますね。やっぱり赤っぽい吹きの塔でしたね。え寒いのにまさか蝶々がえ。レモンイエローかける黄緑色で水仙の花が一体にできてますねえ。野生のプラム系の桜。白いえ花の梨の花が綺麗です。うん。 えー、パステルカラーの木々の芽吹きが美しい季節ができ、えーえー、ましたね。かぼキノコは椎茸やシメシムとかも、秋ではなくて春にも出るみたいです。なるほど。野生のキノコは、えー、池の水面にある黄緑は、えー、すぐに水面を覆ってしまう青オかな。あれ、左雲も咲いてますね。早くないですか結構早いと思うんですよね。最近結構暖かくなって、まあさ、暖かいっていうか、気温がね、もう冬中結構高かったんで、 ちょっと、なんか、そんな感じになってましたね、結構。うん。あのお花は梨のお花かな梨、なるほど。梨だったのかなね、リンゴって書いちゃいましたよね。うん。あ、いやいや、2枚舌だな、んぞ。まだまだそ、あま、まだまだ、なんのその。イングランドのエリザベス1世女王様、1533から1603年くらいは、3枚下、4枚舌だったそうですよ。すご。 羽生さん、今後も行けないでスルーしましょう。大丈夫ということで。うん。えー、猫宮さん、よろしくお願いします。えー、は譲ゅうゆる会269で、カ、え、ブ、ー、さんが教えてありたいと読またため、私は数えてありたいと書きましたよという意味なんです。えー、改めてですね、えー、何を見ても聞いても脳は勝手に非常法を拾おうとするから、夜遅くなるのが早いのです。あ、眠くかのか。うん。オーバーヒート気味。リプレイの後、めっちゃよく寝ました。 チェルシーの話題がまさかの羽生くん会で読まれる。え、第一番さん、おきれいですね。え、緊張するゆずくんがかわいい。え、テレビの後ろに隠れるし、壁になりたいなんて言っちゃうし、ノックを押された瞬間、ゆずくんを一瞬にして、気をつけの姿勢になりましたね。なりましたね。うん。え、第一さんも、話し方も下も上品で、姿勢もピンとしてますね。ゆずくんって男性陣の中では姿勢が綺麗な方なんだけど、 えさすが大地さん宝塚の方っていう感じがするわ、えー、心からしびれる所、えー、座の、えー、上品さっていうのがあるんですねうん確かに姿勢美しかった羽生くんの姿勢もすごく美しいですね確かにあのー、一瞬こう背筋がピッてなりましたね羽生くんねうんテラさんよろしくお願いいたしますカブくんこんにちは 本日もほぼ日韓トレイ、えー、糸井新聞の糸井重里さんと、羽生選手の、えー、対談5回を読みました。今回はフィギュニアスケートの芸術点についてのお話と、うんえー。羽生選手は芸術表現を予白と考えているそうです。なるほど。これはなかなか深いですね。芸術表現を予約と考えている。うん。で、見る人が何かを想像することができる予約、えー。技術だけを追求して4回転ジャンプを何本とでも、 見る人は納得して、それだけで終わってしまう。余白というのは、羽生選手は特にこだわった着氷姿勢の美しさや、音楽に沿って流れが取り入れないスケート、これがあることにより、スポーツという枠を超えて、観客一人一人の背景、過去の記憶や思いが融合して感動が生まれる。そしてそれはスケートだけでなくて、 表現そのものの全てに共通することではないかと語られていました。えー、点数だけで考えるとあまりに必要ないのかもしれませんが、点数にならない部分、余白にこだわることが、えー、作品として必要あ、点数以上の感動を人々に与えることができるんですね。うん。そして、羽生選手は技術は一流であるからこそ、美しい表現が変わった時により大きな、えー、感動が生まれるのでしょう。面白いですね。 表現、芸術、えー、PCS のあ、芸術表現を予約と考えてる、いうことらしいですね。なかなか深いな、これも。なるほど。うん。余白か。なるほどですね。うん。はい、ありがとうございました。